それあの、ま、未来見てる？どうしてだよ。なんで？まず映ってるね。相変わらずお前近いなと。お、近い？そうだもんね。だって後ろの方に映ってるから大丈夫。あ、ほんま。あの、後ろから近いかどうかっていうのは俺にはどうにもできんからな。あ、離れ方ええよ。なんか鬱陶しない。これぐらいか開けるの。ああ、遠いんやから、歩きや。え遠い。歩きやって思うよ。これは遠い。遠い。もうちょっと近くやるか。お前はもうちょいや。あ、その辺ぐらいちゃうか。この辺ぐらいな。これがちょうどいい。まさきあと2メートル近くやるか。ほんま。分からへんわ、距離感が。ええ道やん、ここ。ただ紫ちゃうの。ちゃうの。紫の道とは、ツーリングマップ上にあるバイクで走ると気持ちよいとされる道のことである。ちゃうの、黄色やん。黄色って何なんだ。紫になりたかったけど、まあ、何なんだ。お前や、何やそれ。ゴリの手前のハマチみたいな。でもええコースや。ええ道やな。サクサク、サクそうだな。13.8 キロ。ええ道やな。20キロほんで、それ言うとんのにまだか言われて。1時27分。コーヒーの味ってやっぱりよくわからんけど。あ、そう。これも。なんか美味しいのと美味しくないのとあるやん。あ、コンビニのローソンの100円のやつあるやん。うん。あれで十分なの。あれがなんか、まあ、あれより上になってもわかるよ。わかるわ、まずな。ああ、前な、ジャコウネコのな、ふんのコーヒー、あれ前チェンマ行った時に飲んでんけどめちゃめちゃうまいで。うっさ、耳痛かった今。深いな。マイク切れや。どうやって聞いてん。説明してもわからん。あのジャコーネコのやつ飲んでほしいわ。地下あるしね、お前。50センチなかったぞ。いいタグ。お前が乗ると俺のタイヤがな、パンクしてそうな、ここに。なんでなん？なんか重たそうじゃない？フックがでかいのか。フックが、もうあの膨らんのね、風で。まあ、マシュマロみたいな。ミシュランみたいな。あれが変わってくれ言うてるから。言うたから、言ってる。もう飽きたって言うてるから。ちょっと待って、変わった方がいいよ。困るコースだもん、もうなんか今。なんか悪くもなく良くもなく、すみません。寒っ。何？めっちゃ寒いやん。あと何分？20分くらいじゃん。絶対見てないもん。見てないけど俺のこと。お前は旅見てない、喋ってない。13時45分ちゃうよ。ああ、バイク有料パーキング止めなかったな。なんで？え、駐車場ないから。有料パーキングあるん？あるん。へぇ、そんなの。駐車場に駐車場がない。ないん？はい。マジで？前止めとったらええやん、そんな。わかんない、前なんか止めないですか。あ、そうな。だ、止めてちょっと歩かなあかんの。歩かん。邪魔くないな。だからちょっとでも死ぬとね。なんか観光地かな。めちゃめちゃ観光地や。そこの通りだけ、その通りだけ。シシナベストリートか。あれやろな、なんかクリが売ってた。あのパーンっていうやつ。いや、違うよ。横並んどるやん。いや、今、横並んどる。こいつ、前進めへんから、明らかに後輪と前輪をかぶってた。俺のせいちゃうから、前のこのシエンタのせいか。あ、ほんで駐車料金援助してくれるから、あの忘れようにしてる。誰が？あのお店の人。ええ人やな。車と同じ値段だろ。知らん、安いじゃん。俺止めたことないもん、路中しかしたことない。路中してええやろ、歩道止めとってええじゃん。あかんやん、非常識やん。路中は非常識じゃん。ほら、基準。お前が何を言ってるか全然わからへん。基準がわからん。ここまでね、ここまでの何がいい。見たら打ったら分かるよ。ここで路中する人は非常識やな。お前路中する人って。俺んとこはちょっと隙間があったんや。ええの俺んとこって。ここやったら止めてもいいってラインがあったんや。なんか狭いね。だからちゃんと止めようって言ったから。援助してくれる。援助って。200円出してくれる人だから。
満額でもしてくれよ。ケチか。あんなにいいおじさんやのに。すごいいい人やったね。うん、そういうふうに言われたら駐車場ないんで、どっか止めてくださいって。はい、止めていいって言うか、それはダメですよ。いや、まあ、そりゃそうやろなっていう感じとかやった。そうだ。どんなとこなんや。いや、だから細い道のなんか、細いっていうか、なんか分からんけど、狭いとこや。1.5 キロ先、左。あ、終わったのか。まだやろ。あと8キロ。あ、ちょうどお腹空いてきた。あ、お腹空いてきた。バイク多いな、やっぱあったかいから。まあ、この辺多いんじゃないの、大阪からもなんて。あー、そうか。稲葉みたいな。あ、はいはい。あの、九州回るの何借りる？それでええんちゃう。それでええ。お前、これ、これなぁ。いや、ちょっと乗り心地はさ、ええけど、もう、ほんすぐ飽きるで。これ3日間乗れ言われたら、それも辛いやんか。ベリオスやったか、バリオスやったか、ベルシスやったか、なんかあれはないんか、レンタル。ああ、あるんちゃう？俺、川崎プラザで借りたくない。前行くか？行く。一緒か。140m 先っていう、90m 先ってどれやろ？行こうかな。日よけ北、ああ、ここやな。なんか減った。そんな焦って、獅子鍋が逃げんの？あと11分。獅子鍋の増水だけでもええぐらいやな。多分これクラッチ滑らしてしまいましたよ。周りから見てたら、あいつなんであんなクラッチつくつのに下手なんて思うんですよ。あの、バーンって言うてる。だってものすごい遠いんだもん。5.2 キロ先、京口橋北詰左。野球。なんか、あ、ナビ見ながら運転するって結構気使うな。あ、そう。いつもこういうの人にしてもらってたからあれやけど、偉いな。うん。いろんな設定もできるしな。うん、走りながらな。うん、棒持ってな。剣の使い方もだいぶ多くなる。走っとったら穂先がくれるの。まあ、そこで顔認証とかできるのか。うわーって思うで。その時どうなんやするの。いやいや、なんか立ち目で、なんか一応シールド開けてやってみて、全然認識てんよ。無理や。マスクはいけるんやろ。いや、だから目で何言うんちゃう。マスクいけるのなあ。ヘルメットあかんの？輪郭とかがいるんだよ。あ、そうなんや。太ったら輪郭変わるやん。でも反応セーフだったらまた最初からやり直せなあかん。だからパスコード6桁入れなあかんの。パスコード4桁にしとったらやん。そんなんできるの？できるよ。マジで？うん。前何桁？俺今4桁に設定しとる。あ、そう。うん。俺6桁で、ものすごい人はあっちに行くやん。だから、ゲームで走りながらは、うん、かなりの高度の技術ができる。どうする、前行く？はい、もうええか。いつもそう焦んなや。後ろに寄ったらそう思うな。一番前走ったら前行きたなるん。こいつもう3、4回いいよんじゃん。そうそう、前行く前行くでな。行きたいんや。この372って言ったらあれか、あの深山とかの地下。あ、370なんか370、デカンショッカイト。ああ、ああ、ああ、やっぱそう。ああ、そこのまま忘れたら、あ、日本語までぶつかるから。はいはいはい。帰りはそれで帰ろう。帰りはそれで帰らん。帰らん。帰らん。どれで帰ろうや。もう一発北に行く。ああ、全部それ確認しようけど、走ってるよね、俺の返却時間。5分しか予約ない。あの、余裕ない。しまった。あ、俺出た。俺んちで5分前やったから、お前んちやったら分かるな。結構覚え、昼飯ちょっと早く食えとかそんなんじゃない。まあまあちょっと、まあ誰が選んで余裕も取るかな。余裕持ってんの5分前やけど。携帯が喋ってんねんけど。あ、Bluetooth 聞いとから大きい声でしゃ言うてくれ。次よ。これはあれか、単純に携帯がスピーカーででっかい音になってるだけか。つこうと思ったらつくけど、やっぱ足がかかと浮くな。前の方座ってみ。もう前やな、おちんちん当たってる。あ、ちょっとマシか。これなんか録音とかしてる？1時間40分の後とか。あ、してる。この今言って。俺らの会話が録音されたん？いやいや、ちゃうちゃうちゃう、あの、地図や。地図のルート、走った道を。これって何なの？なんかのアプリ？アプリ。
自分の走った軌跡がわかんねん。たまになんか地図で赤いラインでここ走ったとかって送るよ。あれあれ。あ、止めんといてよ。俺の手袋反応せえ。これでもちょっとしんどいな、足が届かへんからさ、体を足で受け止められんのよ。えらいふかすな。ちゃうね、わからんねん、この感覚が。ハンクラが？すごい遠い。なんでこんな遠い？どうなの？エンジン音かな、そんなに大きくないから。わからへんのよ。だハンクラがほんまに半分くらいやらなあかんもんな。でも怖いよな、これ以上だいぶ話すの。あ、エンストになるもんな。レンタルバイクって結構遠いやつ多いから。あ、そう。イノシシに行くのになる。これイノブタだ。あと 2.5 キロぐらいか。笹山城の北側行って、それ店に合わせてないと思う。なんで難しいこと言うな。笹山城どこにあんねん。笹山城はどこにあんすか知らんわ。笹山城が分かるやん。これに沿って行ったらいいんじゃない？違うの？え？だからそのナビでだからその辺近くなってるよっていうだけで店に合わせてないよ。あ、そうなの？うん、笹山。なんで店に合わせないの？いやいや、それめんどくさから、笹山って、あ、多分市役所か市道かどっちがちゃうかな。笹山城跡って出てきたの？あ、そうやろ、そこにか。2キロ先になってるけど、この地図は500。じゃあ、右やろ、右。右、540m 先を左曲がれてなった。まあ、そう。それ、どこに合わせたんかな？シナコマラソンか。お前に諦められたら俺どないしてねえ。お前の後ろおったらなんか飛んできたよ。マフラーはやっぱり太いの横から一本出しがかっこいいな。なんか低いとこに見るのあの嫌やわ。パニアケースつけるためやろ。そやな。次どっちだと左になるんじゃん。左や。俺多分クラッチ滑らしてもらおうこれ。ええ、俺乗っちゃうし。あ、すごいすごい。これなんやろ。あ、忍者ちゃん。あ、このパニアは忍者や。ほら同じやん。並ぶな。うん、同じやん。おい、300m 先右折になってんねんけど。クラッチ怖いわ。聞いてるか。聞いてる。笹山城。あ、これボタン停の、あ、ボタン停。手の信号右になってた。あ、右曲がろう。右ですか。うん。前のあの、箱好きのやつも右曲がる。不細工やな、あの箱。あんな横広がってんねんや。あー、お尻だ。これ右曲がって 800m。 右曲がって左行ってほしい。これ行くけど、どこを左行って？なんか府中を先行ってくれる？俺ナビないよ。だから機能してないよ。地図は分かるよ。分からん。何を言ってんだよ。HMD チャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ドケイ。